はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリンです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日は2017年度、1月視聴者様撮影会&チーム撮影イベントの日でございます。そして皆さんお集まりいただきました。なかなかポーズ決まってますね。両サイドの、カズゴマダレさんとフィックスさん、バランスいいじゃないですか。いいですね。もうちょっとアップで撮ろうかな。このぐらいはみ出るぐらいで多分ねちょうどいいんですよ。ほらちょっとポーズ変えたいな。何しようかな。立って寝ましょうか。はい、ということでね、今回の撮影場所は、これどうやって切るんだっけ。これ切り方分かんなくなっちゃった。あ、これだ。オルフェアの町でしたね。オルフェアの町です。オルフェアの町のこの辺りにお集まりいただいております。では皆さんのご紹介に入ろうかな。2,4,6 人来ていただいてますね。それでは、寝ておりますがバラルさん、皆さんのご紹介動画に移りたい、と思います。そうだな、順番にやるので、順番にやりますので、私の前に一列にお並びくださいと。はい、わざと細かくね打ってます。そうすると皆さん悟ってねどんどん並んでくれるんでね。はい、で私がここへ来てと。それでは お名前を呼んだら一人ずつ前に出てきてくださいねと。じゃあ行きましょうか。まずはみくねさんどうぞ。はい、ということで撮っていきますね。まずはみくねさんですね。ちょっと私の位置が悪いかな。第一印象は緑、髪型と洋服と、すべて緑ですね。緑っつっても、なんかエメラルド色の緑でもって、腕に、何のキャラかわかんないけど、白いお人形さんついてます。わかる方はわかるでしょうね、これね、何のキャラかね。で、この羽羽ついて、相変わらず、この種族は可愛いですね。どの服着ても似合うよな、可愛らしい服着るとね、特に似合いますよね。かっこいい服っていうよりは可愛らしい服着るとより映えるのかな。この羽の生えた種族、エルフでしたっけ。間違えてごめんなさい、はい、じゃあちょっと中ね見ていきましょうね。なんだっけ、詳しく見る、これあれかな、 PR ありますね。5キャラ全部2次元の名前、これが初音ミクのミクにねを入れて、あ、それでミクネなんだね。ミクネさん2と4と5はアイカツで、3は、中恋って読むのかな。あとは特に対し、ドレアが100万、ドレア100万かかってるんですか。こんだけのことをするの100万かかるのか。いやー、やっぱりお金かかるんですね、ドレアはね。いやー、すごい、初音ミク大好きなんですね。じゃあ詳しくね見ていきましょう。振り込みのやつは、あれが
個人的なコメで、三久根さんがご紹介してくれてますね。こんな感じですね。占い師の服した、高潔な草履？あ、草履か。あ、なるほどね。草履なんですね。足元白いですもんね。足袋をもしかしたら履いてるのかもしれない、これ。そんな感じですね。合いますね。なかなか。いいんじゃないですか。和洋折衷ってやつでしょうか。可愛らしいですね。OK です。こんな感じでしょうかね。OK です。OK です。はい。終わったら、上に。上で、待っていてくださいねと。で、次は、数、ごまだれ。どうぞ。カズゴマダレさん、お、余裕な歩きですね。これ歩くのうまいよな。なんかモードで歩くってあるのかな。走っちゃうんですけどね毎度毎度余裕を持って歩いてきてくださるカズゴマダレさん、かっこいいですよね。はい、ミクネさんあっちで待ってくれてますね。で、第一章は黒、黒ですね。かっこいいですね。相変わらず、相変わらずのかっこよさで、今回黒の中でも私がねちょっと注目してるのは帽子です。帽子、赤白の裏側に赤いリボンのついた帽子がなんかちょっとねこの服に合ってかっこいいんですよ。決まってますよねこの帽子ね。ちょっと帽子が何なのかはこれから中を覗いてみたいと思います。世界中の皆に祝福あれ。もう素晴らしいですね。はい。帽子なんだ？こっちか。クイックハット。クイックハットっていうのがあるんだ。250万飛んでる。皆様、すげえ金かけてるぞ。いや、すごいな。やっぱかっこよくするにはそれなりのお金がね、かかるということでしょうね。それなりのお金がかかるんですよ、やっぱり。すげえわ。装備がキングブレードになってますね。紫色のね。いい感じですね。で、ゴーグルつけて、ゴーグルがこれかな？あれかな？あの、帽子に合ってるんですね。で、よりなんかちょっとかっこよく見えるんだな。あ、いいですね。この組み合わせをね、探すのもね、大変だと思いますよ。で、そこに色つけて、なんだかんだで、揃えていく。うん、これセンスですよね。そしてお金、何よりも金が必要ですよ、金がいや素晴らしい、かっこいいんじゃないですか。やっぱ黒と金ですね。前回も風駒屋さんさん黒だったかな、そんなイメージだったんですけど、ちょっと動画見てみないと、見直してみないと分かんないんですけど、いい感じにかっこいいですよね。おお、赤くなったぞ。今終わろうかなと思ったら赤くなりました。今一瞬でね、変装できるようになったので、変装って大変だな。チェンジできるようになったので、こういうことができるんですね。武器は同じで、要は服が違うんですね。いいじゃないですか。赤いバージョン。赤いバージョンですね。3倍早く動けたりするかどうかは不明ですが、赤いバージョンですね。個人的に私赤最近好きなのでね、ここ1年ぐらい赤大好きなんで、かっこいいですね。おお、紫バージョンだぞ。これちょっとスリムな、あの体の線が出ちゃうようなやつですね。あ、でもこれあれだね、剣と同じ色でいいですね。帽子じゃないですけどね。 OK です。これ中見た方がいいのかな。こんな感じですかね。おお、OK です。OK です。ありがとうございました。続いて、フィックスさん。フィック、違うんだな。
クッスさん、フィクッスさん、フィクッスさんどうぞ。そう、フィクッスさんってね、どうしても言ってしまうんですね。フィクッスさんも悪ってきました。図体があるから重厚な歩きですね。重厚な歩き、別ゲーでいうところの銃撃でしょうか。重厚な歩き、パッと見白ですね。で、この盾、一緒に写真撮りたいな盾ですね。かっこいいですね。この盾なんだろうな。まあちょっと今中見てみましょうかね。で、毒眼ですかね、これ。このためだけ、もしかしてこの撮影のためだけでしょうか。今いろいろとレベ上げ中です。はい、ではちょっと中を見てみましょう。あ、盾は元の盾なんだな。大戦記の兜、あ、違う違う、これだ。おお、赤くなった。炎の手でなんて読むんだろう。うおお、あの、なんかに日本の昔の武将みたいなイメージがありますね。格好はちょっと西洋なんでしょうけどね、なんかイメージ的にそんな感じですね。おお、これもかっこいい鎧ですね。この鎧が一番強そうじゃないですか。あの、相手を翻弄させる、相手をこうビビらせて、あ、このナスなんかでかくね、でかくねみたいな、このナスでかくねみたいな感じで、ちょっと相手をビビらせておいて、その隙にバッサリいっちゃうみたいなね。いいじゃないですか、かっこいいですね。背中とか、ほら、あれ遠くの方から、あれナスじゃん、ナスじゃねみたいに、だん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 近づいてくると、あ、なんか でけーみたいなね。あ、そうでしょうね。まあ、今回のフィクスさん、一押しが、このナスと思われますけども、まあ、このナスね、ものすごいお金かかってると思いますよ、やっぱ。ごめんなさいね、ごめんなさいね。他の装備の方がよっぽどお金かかってると思いますけども、ナスはあれなのかな、これはレンタルなのかな、よくわかんないんですけど、可愛らしいですね。顔がちょっとね、ちょっとだけ顔を写しておきましょうね。角度が難しいですよ。角度が難しいですけどね、顔を見せておきましょうね。よしです、 OK です。おー、来ました、白。あ、やっぱ白がかっこいいですね、落ち着いた色で。はい、ありがとうございました。続きまして、エルドラさんどうぞ。はい、エルドラさん相変わらずかわいいですね。ピンク、第一印象はピンクです。こんにちは、よろしくお願いします。そしてこの半分スカート、後ろから見ると一見スカートだけど、前から見るとなんと開けております。あの、変な、やらしい意味じゃないですよ、やらしい意味じゃないですよ、かわいらしいですね。ピンクのリボンがとっても似合ってます。で、このちょっと金髪っていうにはあれだけど、少し緩い色の金髪にお似合いですね。で、腕には例によって私はよくわかりませんが、キャラのお人形さんをつけてます。じゃあ中見ていきましょう。こんな感じかな。スノースティックは隠してあるのかな。五郎さんリボン、あ、これ五郎さんリボン、そうそう、前も言ってたね、五郎さんリボンですね。なんかのイベでもらえたんでしたっけ、リンの服下。あ、リンの服下、あれ、私取ったような気がすんな、リンの服下。なんだっけ、携帯のやつで取るんじゃなかったかな。セクシーボクロがある。あ、で、目が赤いですね。おー、いいですね、可愛らしいです。で、元はこんな感じ。おー、なんか技を使いましたね。かわいいよ、この仕草が。猫っぽい仕草ですね。こっちからも見ましょうか。猫っぽい仕草でね、かわいらしいですね。
あ、いいですね。やっぱちっちゃい子にはね、こういう仕草が合うんだな。バランさんね、微妙にね、おっきいんだよね、ほら。ちっちゃくなんないんですよ。どこをどう間違えたらこうなったのかわかんないんですけどね。もうちょっとちっちゃくしたかったな。これでもちっちゃくしたんですけどね。今ちょっとね、後ろに立ってます、実は。ほら、背を揃えるために。上から見るとわかりますね。こんだけの差があります。ほら、あんまり前出ると顔がでかく映っちゃうでしょ。はい、OK です。ありがとうございました。はい、次は、エントさん。エントさん、どうぞ。来ました。あ、みんな歩けるじゃないか。エントさん。マリムさんも来た？マリムさん、ちょっと待っててくださいね。エントさんの第一印象は、このグレーのスーツですけど、なんつってもこの、なんだろう、どっかの民族のような盾。400万！マジか。剣と盾にお金かかったんでしょうね、これは。頭もそうなのかな。この金色の盾、純金だとしたらめちゃめちゃ重いですよ。それを軽々と上げましたね。相当な筋力の持ち主で、こうスーツ脱いだらもう、ものすごい腹筋とか割れてんでしょうね。いやー、いいっすね、この盾。じゃあ中見てみましょうか。服は普通にグレーのスーツですよね。ドラクエと、JR オタク。JR ってことはあれかな？電車かな？ちなみにドラクエでは金貨や金、黄金の花びら集め。黄金の花びらなかなか集まんないですよ。55枚で見据える550万。すげえな。すごいぞ。笑っちゃうほどすごいじゃないですか。で、こんな感じで、中身はこれですね。ダンディータキシードでしたね。ダンディータキシード。オーシャングラス。あ、ちょっと顔があれですけど。あ、これか。あ、青い眼鏡。あ、このグラサンいいですね。これかっこいいな、グラサン。こんな感じですね。で、盾。あ、シャーマンシールドなんだね。名前そのままですね。シャーマンって感じですね。確かに。このギャップがいいんでしょうね。ギャップが。で、ハヤブサの剣、貝。これがいいんでしょうな。すごいですね。いいっすね。このちょっと飛びそうな耳元の兜がね。これね、すごい、エントさん難しいことしていて、タキシードにいろいろな、タキシードに似合わないようなパーツを、まあ、武器とか盾とかね、組み合わせてきて、それで一つにまとめてるっていうのがお見事ですよね。なかなかね、この辺はね、ほんとセンスの問題なんで、何でもいいから合うってもんじゃないですからね。この辺のセンスがエルドラさんの素晴らしいとこでしょうか。おお、もう光っております。光っております。剣も光っております。両方持ってますね。贅沢持ちだわ。 はい、 OK です。ありがとうございました。 OK です。はい、続きまして、マリームさんね。マリームどうぞ。マリームさんはパッと見白ですね。そして腕にあの子をつけてます。そして赤い髪と赤い手袋、まあ尻尾も赤いですけど、この赤がアクセントかな。でもってオレンジのラインがいい感じに出してますね。そして、ポシェット、茶色ポシェット組み合わせてます。靴は学生の靴かな。これちょっと中見てみましょうね。詳しく見る。あ、やっぱね、
学生のローファーですね。靴が合ってますね。いいですね。で、こんな感じ。要はこの服でうまく着てるんだな。道具使いの服でまとめてきてるんですね。それに色をつけてるのかな。これもともとこんな色じゃなかったと思うんだよな。一見ラフな感じのようで、ラフな感じのよう、おお、後ろなんか雪だるまがあるの見つけました。大きさ違いますね。一見ラフなようでいい感じにまとめてますね、うん、この拍手の仕草はなんだ。いいですね。で、青いリボンですね。あ、みんな持ってるぞ。これ持ってないぞ、こんな仕草。いつも毎回思うんですけど、しょっちゅう入ってないせいもあるんですけどね、インしてないせいもあるんですけど、みんな私の持ってない仕草をね、さりげなく見せてくれてますね。で、欲しくなっちゃってなかなか取れないのもあれば、パッと揃えられるものもあると。あ、今思ったけどマリムさんの半分ぐらいしかないぞね。この辺種族の差ですかね。いい感じじゃないですか。で、これで皆さん終わりですかね。マリムさんで最後になります。じゃあちょっとね、みんな集まってもらおうかな。 OK です。それでは皆さん、最初の時のように集合してくださいと。で、私真ん中立てないとダメかな。こんな感じね。ということで、第1回目ね、ご紹介動画の方を撮らせていただきました。ご紹介動画の方を撮らせていただきました。で、このあとですね、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、もしかしたらね、おー、いっぱい金くれた。拾うの忘れた。今太鼓なんか叩いてる場合じゃなかったよ。拾えばよかった、はい、この後ね、もしかしたら釣りをね、 やるかもしれないです。今釣り大会やってますよね。あれがすぐ撮影できるようなものであれば、ちょっと皆さんと釣り行きたいかなと思ってます。とりあえずね、ご紹介動画この辺で終わりにしたいと思います。2017年1月度ですけども、ちょっと口回ってませんね。今年も皆様よろしくお願いいたします。毎月同じようにね、ご紹介動画中心に撮ってまいりますので、動画に出たい方ね、ぜひね、来てみてください。はい、ということで、第1回目最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。